かなんかがおかしいよって、むしろ正しいことがありますか。今さらすぎる友情、そのくだらない夢の続きを守る意味はあるんですか。だって幸せを噛みしめて前を向く人を踏み潰した君、泣いてみせて怒ってみせて叫んでみせて、君のその不気味な笑顔で僕を見つめないで、どうか教えてくれ教えてくれ喜びの意味を。笑われ笑っても馬鹿だから分かんないでよ、夢を見せて夢を見せて空き部屋を探して、これは誰の噂。むしろ正しいことがありますか。自分自分の表情、そのくだらない夢の続きを守る意味はあるんですか。だって大切なものを守ろうとした人を踏み潰した君、叶えてあげる答えてあげる許してあげる、教えてくれ教えて。